はいどうも皆さんこんにちは、ケイです。最近すごい夜が寒くてね、体が冷え固まるんですよ。でもまだ昼間は暖かいからね、これぐらいの気温がちょうどいいかな。昼間は暖かくてちょうどいい、気持ちいい。こないだね、100円ショップのセリアに寄ってきたんですよ。そしたらね、たまたま買おうかなと思ってた道具がセリアに売ってたので、では早速ね、そちらの商品を紹介していこうと思います。はい、ということで今回紹介するのがこちら、セリアで買ってきた100円の皮膚希望。これがね、100円でどれぐらい使えるものなのか、じゃあ早速ね、火起こしやってみましょう。見た目はこんな感じね。伸ばすと最大40センチまで伸びるみたいです。火を吹くときに口をつけるキャップみたいなのもついてますね。ではとりあえず開封してみましょう。結構細いけど、ちゃんと風が送れるのか。これも取って、こうやってやるとわかるかな。結構細いけど、この細さでどれだけ風がちゃんと送れるのか気になるところですね。で、ここを伸ばすと。こんな感じかな。で、ここに火を吹く口のとこがついてて、太さはこんな感じね。細いけどね、ちゃんと風をくれるかも。特に息が吹きづらいってのもないかな。面白そう。じゃあね、これを使って早速火起こししていきましょう。じゃあとりあえずね、こちらのアウトドアマンの焚き火台を使って火起こしね、早速していきましょうか。この焚き火台も楽だからね、めちゃくちゃ重宝するよ。はい、これでセット完了。はい、ということでセットできましたので、また今回も着火剤ないからこちらの段ボール使います。段ボールをね、適当にちぎって置いておこう。はい、じゃあとりあえずこんな感じで置いて、その上に細かい炭置いていこう。皮膚希望とかはやっぱあんまり風がない時とかに便利なのかな。よし、じゃあだいたいこんな感じで、この辺にも入れとこう。よし、えいよ。じゃあこちらのバーナーを使ってファイル。じゃあ早速ね、こちらの皮膚棒を使って火を回していこう。よし、じゃあ軽く火もついてきたことだし、このままちょっと放置して火が回るまで待とう。じゃあね、だいぶ火も回ってきたし、軽くなんか作りましょうか。ということでこちらに網セット、そしてこちらにスキレットセット。あ、これさ、もしかして網の隙間からいけるんじゃない？この使い方いいな。じゃあ今日は卵焼いていこう。
卵を溶いてバターたっぷり。じゃあ卵入れたらこちらにチーズも入れてこう。チーズってうまいよね。あとロースハムね。ハムももう手でちぎっちゃって、よっしゃ、はい、こんな感じ。じゃあある程度加熱できたから周りをちょっと外して、チョンチョンチョン、これを半分に折ろう。うわすげえ、うー、じゃあこれでね、簡単なオムレツの完成。じゃあこんな感じで簡単なチーズハムオムレツ完成。美味しそう。じゃあ早速食べていこう。はい、じゃあこちらね、うわうまそう。じゃあ待ちきれないから早速食べていこう。いただきます。うわチーズやば、バターの香りもいいね。いただきます。うま。今回ハムとチーズ入れるからあえて塩コショウしなかったけど、それで正解。たまらんすな。バターとチーズの香りが口の中で踊る。これ最高だわ。うん、はい、ということでごちそうさまでした。今回はね、こちらのセリアに売っていた皮膚希望、こちらをね使ってみましたけど、100円だけどね、なかなか拭きやすくて使いやすかったかなと思います。あとね、こういう細いタイプの皮膚希望って網の隙間とかから入れれるからね、すごい便利だね。100円でこんだけしっかりしてればすごいわ。うん、あと今日作ったオムレツもね、簡単で美味しかったし、天気も良くてあったかくて気持ちよくて、美味しい料理も食べて、もう眠くなってきたよ。皆さんもね、この季節外で過ごしやすいと思うので、たまにはね、外でこうやって火起こしして料理作ってのんびりしてみてはいかがですか。ということでご視聴ありがとうございました。今回のセリアの皮膚希望、使えるな、買ってみようかな、料理も美味しそうだなと思った方は高評価とチャンネル登録、よかったらコメントもね書いてください。お願いします。それでは皆さん良い一日を。バイバイ。